はい、どうもこんにちは、トウヌンです。学校に行くとお腹空きますよね。なんかすいません、授業中にお腹が空いてもお菓子とか例え持ってきてたとしても授業中には食べれないじゃないですか、普通に考えて。で、まあそのなんて言うんだろう、例えばメントス、ここにはメントスしかないんですけど、このメントスを授業中に食べたいと思ってもわざわざポケットからこういう風に出してこうやって取って食べることは多分ほぼ不可能じゃないですか。だからこのメントスを体のどこかに仕込んでおいてすぐにバレないように食べれる方法、これを今日はちょっと試していきたいと思います。はい、ではですね、ちょっとやっていきましょうか。まずはまず定番の鼻ですね。鼻これ入らないでしょ、これ鼻に。無理ですね、これは。耳ならいけると思うんですけど、どうだ、イヤホンと同じ感じで、あ、微妙だな。ここから見られるとなんだこれって言われるけど、前から見るとほら分かんないでしょ、ほら分かんなくない。で、もう片方耳入れると、あ、これ入るけど授業聞けなくなるね。次、これ結構器用にやんなきゃいけないと思うんですけど、この肘ここに挟むみたいな、これ、あー、そう、見えんね、これ見えますね、これは。こういうことだよね、こうやって書いてたら明らかに何やってんだって言われるでしょ、これは。ダメか、これは。でですね、僕限定なんですけど、僕の場合ですね、頭に仕込めるんです。すごくない？これ。あー、落ちた。こういう風に、頭の中に入れて、はい、バレない。あ、ちょっと出る。ちょっと出るの何なんだろう。頭隠して尻隠さずみたいな感じ。あー、入った入った。上ちょっと盛り上がってるんですけど、僕の場合、髪、朝整えたりしないんで、まあ、バレないでしょ。そっか、でも頭に置いたら、こっからどうやって食べるかってことだよね。どういうことだ？こうすんの？違うか。これ頭かいてるふりしてちょっと取って、こうか。あとですね、これ得意な人なら、目に入るかもね。目やってみましょうか。こういう人いるよね。